井出さ、寝たいからちょっとしかやらないんだけど、メイクバッチリでしょ？ 撮影してたからね。 撮影してたので、そう、なんかね、思わぬことがたくさんありました。なんか計画、飛行機の中でいろいろ計画していったんですけど、そう、意外となんか思い通りにいかないこともあったけど、でもなんかそれも醍醐味だなって感じで、すごく楽しかった。そうなの、なんかネタバレになっちゃうのかな。そう、でもなんかめっちゃ美味しい空港のパンがあって、まあそれに並んだりとか それにちょっとなんか思った以上にならなんか並なんか並ぶ場合はまあ最終的に諦めようかなとも思ってたけど、けどまあ結果並んだりとか、なんかいろいろそういう、何、その場で決断しながら 旅行したんですけど、いろんなことした。本当になんかみんなもびっくりするぐらいいろんなことしたよ。 なんか14時ぐらいからいろいろなんか北海道に着いてやってたんですけど、もっと早か、13時ぐらいに北海道に着いて、なんかでもね、行くところは全部行けたの。すごくない？そう、ここ行きたいね、ここ行きたいねとか、このお土産買いたいねとか、本当になんか全部空港の中で計画したことが一応全てクリアして、そうなの、最高でした。で、夜ご飯もそう、美味しいところ食べてきて、そうなんです。ちゃんと予約もしたの。しかもそう、予約したからちょっとね、遅い時間しか取れなくて22時無理になっちゃったんだけど、そう、けどまあ配信できてよかったです。ありがとう、来てくれて。で でね、北海道のポケセン行きました。 そう、北海道のポケセン行ってね、見て、ワンボックスゲットしたの。やったー、嬉しい。あ、そう、なるもね、配信しようかなってさっき言ってたから、多分してるんじゃないかな。そうです、2人ともさっき撮影終わって、そう、ちょっと配信しようと思って配信してます。そうでね、好きなの なんかちょっと嬉しかった。なんかいろんなポケセン巡ってみたくなりました。で、今回なんか個人的に嬉しかったのが、このね、しかもこれのパック初めて開ける、嬉しい。ファンの方からね、いただいたんですけど、そう、まだそっちはその東京でね、配信した時に開けたいって思ってたんだけど、そう、あとこういうこっちのボックス、違うわ、古来の方向っていうのがあるんだけど、これが未来で、なんか古代バージョンがあるんだけど、そう、そっちもね、箱をいただいてて、絶対配信で開けたいとは思ってるんだけどね、なかなか開けられなくて。そうだから、でも多分大丈夫、今後配信できるタイミング絶対あるから、そこで開けたいなって思ってる。で、このパックがめちゃくちゃすごいんです。すごいの、本当にすごいの。だからずっと開けてみたくて、初めて自分で買った、ようやく。だから開けてみていい？でもね、開けるのね、片手でできるかな 片手でできるのかな。なんか入ってるカードが、これまでその出てきた カードの これまで出てたその最強のカードって言われてた人たちが、もうそう、すごい開け方してる 音でわかるかな。もう全部出てんの。じゃあ1パックだけ開けるね。じゃん、うわ、じゃん、じゃん、
あ、キラキラないかな。じゃん。え、来るかな。え、アタック初めて。じゃん。え、私はあのね、ヌオー EX が欲しいの。どう EX だっけ。そう、欲しいんだよね。不安定、不安定。なんかね、ヌオーのデッキ作ってみたいんだけど、なかなかむずいよね。あ、キラフロール、あれ、あー、これ嬉しい。セラピーエネルギー、エネルギーだね、これすごい。闇カラス、すごい。最近ちょっとバトルも勉強し始めたんだよね。お、パルディアの学生。以上。うわー、なんかめっちゃ当たりはなかったな、微妙いな。けどまあ個人的にはまあこの2つが出たのが嬉しかったかもかな。あと ラルトスも嬉しいかな。いやでもラルトスはあんま、そうだね、この2つが嬉しい。はい、でもね、あと4パックあるのだから、4パックは今日これから明日の練習とかするから、それの休憩とかで開けます開けたいと思います。ガビーン、レア引けなかった、全然レアなかった。そう、開けちゃう、楽しみすぎて。明日も朝若干早いかな、うん、若干。でもさ、なんかその明日はそのメイクとかしていくわけじゃないから、その早い時間に。そうだから、まあまあまあ、まあ、寝れるかなって感じだな。そう、練習する、バミリを作る。ポケモンカードバミリにしたらさ、頑張れるかも。失礼か、ポケモンカードにそう、でもなんかそういう、この前はそのなんだっけ、仙台の時は飴、アーニャの飴があるんだけど、アーニャの飴を使って、そう、チンスコバージョンね、チンスコ作戦意外といいんですよ、あれ。だからそういうの置いてやりたいなと思うので、そう、で地べたに置かないよ、そういうの。ちゃんとベッドの上に置いて、そうやってる。いい感じにね、このホテルね、なんか踊り場というか踊れるところがあるんですよ。だからそこで踊ろうかなって思ってる。そう、髪の色いいでしょ、わかる。ちょっとね、ちょっと何かの色が入ってる。え、メールで言ったっけ、かわいいの。ちょっとなんか黒なんだけど光当たったらみたいな感じの色なんです。ちょっとわかるか、配信だと。もう話したよね、メールでそうなの、ちょっと紫とか赤っぽい感じかな。そう、赤っぽい感じにしてもらいました、かわいいの。黒に見えない、逆に光かな。でも黒なの、黒なんだよ一応。黒だけど、パッと見黒だけど、ちょっと光当たったら、そう、ちょっとピンクとかも入ってる。そう、ピンクも入ってる。紫ピンクかな、濃いピンクみたいな。だからなんかね、そうそうそう、なんか赤っぽくも見えるし、紫っぽいし、ピンクっぽいしみたいな。可愛いの、本当に。なんかいい髪型で今年も終えられそうで嬉しい。うん、ね、いいよね、満足感あります。久しぶりの配信ですね、やっと配信できた、ありがとう、見てくれて。今日もその YouTube、 さっきさ、返信してくれてた、感想送ってくれてた人いたけどさ、そう、 YouTube 今日上がりました、ありがとう。どうですか。そう、なんかね、カラオケとかもしちゃってて、めっちゃ楽しかった。そう、
あーレインボー、レインボーなんだっけ、レインボーブリッジかそう。でもあれ編集はね実は早めに終わってました。なんかいろんな方の歌とか歌ってたので、そう結果なんかあの3曲になっちゃったんですけど、いろんな歌、いろいろ歌ってたから、なんかその確認とかがやっぱり多めになっちゃうから、そう、よかった。そう AKB 以外の、そう山本さやかさんとか渡辺麻友さんの曲を歌ってみた。マネージャーさん歌ってないようん、まだ見れてない人後で見てみてください。あとファミ明日来る方とかは、その空き時間とか待ち時間とかでも見てみてください。そう、見すぎちゃったの？見すぎだったの？そう、あのコラボドリンクタップタップもいっぱい飲みました。そう、あ、そう、タオはねこれから風呂だよ。これからお風呂にも入らないといけないし、なんかまだまだやることたくさん、いやでもいいの、今日いろいろできたし、なんかすごい満足度は高い一日だから、今日はすごくいい一日だった。だから本当にあの YouTube 楽しみにしといて。そう、たまたま回した感じだったんだけど、たまたまというか、まあ2人でね、そう行くし回すかって感じで回したんだけど、そう、よかった、めっちゃ取れ高ある、取れ高十分いっぱいあります。面白いと思う思う、多分楽しかったからね、なんか自然体って感じかもしれない。うん、そう、編集をなべさんがやってくれるかな確か。そうなので楽しみ。あ、選抜おめでとう、明日行けないからありがとう。明日ね北海道だから、え、そうめっちゃ寒かった、雪降ってたよ。そう寒いからみんな気をつけて来てください。もう前乗りしてる人もいる、あとそっか現地の方もいるもんね。そう私そう13時ぐらいに来て楽しかった。おお。S さんがどこにいるかは内緒でーす。うん。あ、そう日曜日公演でよろしく。すごい明日待ってるね。気をつけてきてね。あ、そう、そうだね、タオのサブの写真集の裏側タオサブでそうあげました。そう、そういうこともしたね。確かにめっちゃなんかタオサブで一番回ってない、あれあれめっちゃ回ってるよね、すごい。やっぱみんなああいう私が見たいのああいう私が好きなの。やばい、正直すぎてやばい、ね、でも嬉しい、あんなに見てくれて嬉しいです。なんか表紙とかタイトルとかもどんどん決まってきてるので、そう見せたいね。そう。
うわ、一緒に旅行してるみたいな気がした。おお、そうですね、本誌もそういう感じではあるかな、系統ではそういう感じかな。うんね、韓国もめっちゃ雪降ってるよね。なんかドラマでよく出てくるさ、雪降るシーンがさ、そう韓国って感じ。ねえ、あ、トークイベントの抽選も、あ、予約抽選明日までか。トークイベント1月7日池袋であるので、そうまだの方はぜひお待ちしてます。そう2部あるから、そう、うん、2部あります。ね、そう日曜日まで、そうだな、30分になったらランキング読もうかな。え、ほんとね、路面やばい、あのツルツルすぎてね、目の前でこけた人見てね、鳥肌立った、心配になったし、だから危ないって思った。そう、目の前でツルーンってもう大ごけしてる方を目の当たりにした時は一瞬止まったよね。大丈夫ですかみたいな。そうで、その後もだからナルと一緒にずっとくっついて歩いてた、怖いから。でもどっちかが転んだらもうどっちかはさ一緒に転ぶしかないんだけどね。そうでもそう、なんか二人でくっついて助け合いながら歩きました。本当めちゃくちゃ歩いたんですよ今日。1万歩行ってそうだねって話してました。そう、ちなみにこの中で明日来るよって方どのくらいいますか。どのくらいいますか。お、待ってるよ。お仕事の方はもう仕事頑張ってください。応援してます。お、待ってるね。待ってます。うん。すごい、みんな。あ、やばい。仕事サボっちゃう方いる。ありがとう。ありがとう。あ、ね、さっきから始まってた。でも30分で終わっちゃうんだけどね。そう。22時ぐらいにしたいなーって言ったけど、結果23時過ぎました。ごめんねっていう。なるちゃんからもらった一味ってワンピースやん。え、そう、ワンピース見てるの最近。そう、ワンピース見出してもう終わらないです全然。でも面白いね。そう、なんか一途な気持ちはちゃんと持ってるんです。これまで好きだって思ってきた作品の一途な思いは変わらないんですけど、まあ増えましたね、好きだなとは思ってます。そう、楽しい見てて。やっぱなんか違う良さがあるよね、それぞれに。ね、西野七瀬さんがポケモンあんな好きだったとは、なんかキュン。推しメンだったからさ、乃木坂の時。そう、写真集も買ってたの実は。写真集買ったりとかしてたので、なんか嬉しい。嬉しい。 TV 写真集買うよ。好きな人の写真集は買います。
そうでも七瀬さんのはねセクシーシーンそんななかった。なんかほんと七瀬さんの良さ、なんか笑顔とか、なんかあの雰囲気、なんか優しい雰囲気とか、そういう感じだった。可愛い、なんか彼女可愛いって感じだった。そんなの、まあそうなんですよ、七瀬さんの写真集とは私の今回の写真集は結構違うところもあるけど、でも似合った部分もあると思うんだよね。そう、そのところを探してもらいたいです。あ、部屋になると違う、一緒じゃないよ、一人ずつみんな。え、誰かさ同じ部屋の人いんの？でもさっき私の部屋で少し撮影はしました。この締めというか動画の最後ら辺は一緒に私の部屋で一瞬撮ったんだけど、全然一緒じゃない。いや、西野七瀬さんの写真集は大丈夫もう違うかまあでもそうですね、私が好きなものですね。うん、一人で大丈夫、ちゃんと寝れる。何がだよね本当にそう、私が好きで買って読んだだけなので、でも今でも大切に持ってます。うん、本当になんかずっとなんか儚いアイドルが好きかも。そう、七瀬さんの儚さが本当にねマジで出てた写真集だったんですよ。透明感とか、あの笑顔、守りたいって思う笑顔とか、そうなの、なんか近づきたいけど近づいたらなんか消えてしまいそうなみたい なんか今を逃したらもう見れないんじゃないかって感じの儚さがあって、そう、私儚い子が好きなの。そう、佐々木舞香さん、舞香さんって佐々木舞香さんも、いくらべで私一番佐々木舞香さんが好きなんですけど、舞香さんも儚さがあるんですよね。何なんだろうこの共通点。そう、儚い笑顔が大好き、なんか儚いが大好き。そうそうなんです、儚い感じが好きなんですよね。そう、何だろう、まあ、30分になったのでそろそろ終わりたいと。え、そう、佐々木理香子さんは分かんない、佐々木だからかなでも佐々木理香子さんは、でも佐々木理香子さんもね儚さではないけど、なんかその、うん、立ち入れないあの天才な歌声と表情。え、でも私佐々木理香子さんのデビュー当時も好きなの。デビュー当時の、え、なんかめっちゃ目さうるうるしてない？え、なんで？え、なんで？そう、まあでもそう、そうなんだよね。佐々木理香子さんはねパフォーマンスに惚れました。アンジュルムのパフォーマンスが大好きで。そう、なんかね、でもね私理香子さんのなんかあの卒業セレモニー、その先輩とかその卒業セレモニーの時に、そのアンジュルム、ハロプロさん全部なのかな、アンジュルムはその一人一人にメッセージ、一人一人メッセージを言っていくんですよ、卒業生に対して。そう、ねえねえちゃんはなんかこういうこうこうこうでとか、だからなんか私はなになにちゃんの代わり今後も頑張っていきますみたいなコメントを一人ずつ、その卒業生に向けてコメントを一人ずつ言っていくところがあるんですけど、その時にね佐々木理香子さんはいつも大号泣なのなんかそういう人柄がすごく好きで、パフォーマンスも大好きなんだけど、そういう人柄もすごく好きなの。え、そう、なんかねそういうところが儚いって思うのかな、なんか本当にめっちゃ泣くの。しかもなんか泣かない今日はって言いながら泣くのなんか泣かない今日は泣かないみたいな。でなんかファンの方も泣かないでみたいな言うじゃん、泣かないでって言うじゃん。そし
したらなんか泣かないって、めっちゃその我慢する表情も可愛いの。そうっていう話ね。そう多分分かんないよね、そう守りたくなるよねっていう感じのところがキュンってきました。そうっていうところも好きだ、好きなんだから、結果そういうところが儚いって思うのかな。だから共通点儚いかもしれない、推しメンっていうか好きになる人の共通点。じゃあもう30分普通に超えちゃった、話しちゃうから。もうでもなんかね、儚いってどうやって目指せばいいんだろうね。でも私も分かんない、私も儚くなりたい。絶対儚くなれないんだけど、こんな言ってる人が。でも儚くなりたい、なんか儚い人が私は好きだから、そう儚い目指したいと思うけど、でもなんか儚いってね、多分持って生まれたものでもあると思うんだよね。作り出せる感じじゃないよね。私儚いんだ。あ、なってる。あ、ちょっと伏せ目がちにする、自然と。うん、何、ちょっと伏せ目がちにする、ちょっと伏せ目がち、下見がちみたいな。あ、なるほどね。透明感、確かに儚いってどういう意味だ。でも儚いよって、あ、喋らなきゃいいんだ。いや、ショールーム成り立たんやん。その場合ね。そう、もうどんどん時間過ぎてく、30分までっていうさっきの言葉は何だったんだってことなので、そろそろショールーム終わりたいと思います。じゃあショールーム終わるね、ランキング発表するね。あー、確かに病弱症的な感じもあるかもね。でも病弱症だとね、儚さっていうよりも心配になるもんね。なんかご飯食べてちゃんと休んでってなっちゃうから。まあなんか推しについて語っちゃったんですけど、で、まあ、今日はとにかくあの北海道が楽しかったから、あの明日のファンミも頑張るぞっていうことで配信終わります。そんな感じで配信終わりたいと思います。今日はちょっとあの、聞いてください、あのイヤホンジャック壊れたんです。なんか急に何も音が聞こえなくなって、でなんか差し違いかなと思って、差し方いろいろ変えてみたけど、でも音全然聞こえなかったの。そうだから、あの、そう今できないよって、なかなかできないよって感じなので、まあ家でやるときはねカラオケできるので、ぜひぜひぜひ見てください、また見に来てください。そう、あとカラオケ聞きたいよって方は、あの今 YouTube に上がってるので見てみてね。 YouTube でカラオケしてます。喋り方が儚いってやったね。いっか、じゃあいっか、儚さ研究しなくてね。好きなもんな、好きだもんね。じゃあランキング発表します。13位からだね。13位からいきます。タッキー13位おめでとうございます、ありがとう。で12位がテオネオさん、ラブ、順におめでとうございます、コプンカー。で11位がアユ、11位おめでとうございます、アユおめでとう。そして10位がもしも鳥だったらさん、鳥さん10位おめでとうございます、ありがとう。じゃあ9位がケント、9位おめでとうございます、おめでとう。8位がジアリングさん、メリークリスマスミュー、8位おめでとうございます、ありがとう。で次7位がフィンド 4B さん、7位おめでとうございます、7位ありがとう。
で6位が美穂さん、6位おめでとうございます、ありがとう。で、5位が星侍さん、5位おめでとうございます、ありがとう。で4位が天星、4位おめでとうございます、おめでとう。そして3位がぬこっぱ、寒い10回を感謝みんだ。そして2位がちーくん、2位おめでとうございます、おめでとうちーくん、2位おめでとう。2位、次1位がリムさん、1位イルイ10回を感謝みんだ、イルイイリー感謝みんだ。じゃあ次14位からいきますね。ヨロ、ヒデジロ、ピッシア、和田さん、アスラヒデちゃん、PTY さん、オスワルドさん、カラダニピースさん、KYS さん、ウィンザー、ゴールド888さん、鉄道好きコナンさん、エサッシーさん、ピーヌシーさん、マイさん、AK さん、ユウキさん、マカロニ48さん、佐野さん、井上義弘さん、ガムスケハットさん、ミンパディさん、ヒヨパンさん、ピールケウさん、マロン、チューター、アリテチ、ミチヒロ、メロ、カトビービー、プレシ、エクスリーさん、ミツ、ヘヨンニ、タックン、タケマル、フロストさん、ミッチ、マホリン、ハッピーミューシー、科学先生、ヤカ、エイトくん、ネちゃん、タイさん、ウェアさん、アベシキブさん、柳、ひよこさん、ゆったん、チョンドゥンナンヌビシ、ゆたろうさん、ファイトさん、イフさん、マロ、ハワイさん、ミューリンごめんさん、リクサさん、ハネクリさん、イチゴさん、ヤットさん、アレスさん、ヒテナマさん、ヤマッチさん、イグルイグルさん、あやかにちゃん、マタンディエラシ、ナベちゃん、まっちゃん、アデノシンさん、プーちゃん、ケイくん、ケンイク、シマヤンさん、サリエル、ノブ、オダ、ディアス、ミー48ミュー、コガオくん、マツボックリさん、ブルースターさん、コウちゃん、ポテチ、ワッフル、スミオイ、ジージー、ミヨングン、ユユ、ブラックエイさん。はい。100位まで回していただきました。ありがとうございました。あー、隠しちゃった。ありがとうございました。じゃあスクショタイマーしよっかな。スクショタイム、北海道らしいもの、でもね、これはもうインスタグラムで出すんだよね。でもちょっと持ってこれないや。じゃあどうしよう。ピース、はい、ありがとうございます。以上です、スクショタイム、ありがとうございました。明日、ファンミ来れる方も来れない方もいると思うんですけど、お待ちしてます。ありがとう。気をつけてきてください。来る方は、もう来てる方も、まあ寒さには気をつけてください。あと話したいことあったかな。あとそのお話し会と握手会が受付しているよね。受付、そうやってるので、そう時間によってやってないんですけど、結構夜の18時から次の日の12時までとかやってるので、そう申し込んでくれた方ありがとうございます。そういろいろね、企画も考えてみたので、そう企画 X で見てそう1枚からでもって嬉しい。そう1枚でも嬉しいので、私は1枚でも嬉しいので、本当に1枚だけ、全然挨拶するだけでも嬉しいので、お待ちしております。そういろいろ考えてみた。そうできるといいな、楽しみにしてる。みんなも一緒に合わせてきてもいいんだよ。てかみんなは一緒に合わせてくるよね。楽しみに待ってるね。圧をかけてみるけど、まあみんなは無理しないでください。
確かに雪だるまになってきてくれてもいいんだよ。じゃあ配信終わりたいと思います。チャイジャオラトリサーカーバンガン、おやすみまたね、おやすみ、またね優しく切るね、バイ。じゃあはかなげに切りますねはかなげに切ってみる。じゃあまたね、じゃあまたね。はかないって難しいね、ハスキーボイスでも違うしね。おやすみまたね。はかなさって何、ハスキーボイスになんかちょっとね静かにしただけよ。じゃあおやすみ。はかなく切ります。